女子プロレス、スターダムのワールド王者、マイカが、フルス・ジャスト・タップ・アウト、JTO の5周年大会、15日、東京・後楽園ホール、で同期の稲葉も香、21、おどけ、V6 を達成した。2019年5月に JTO でデビューしたマイカは、翌年7月に対談しスターダムに移籍。新人時代、同じ寮に住み行動を共にした、 妹分と王座をかけて一騎打ちした。試合が始まるとグラウンドの攻防を展開、じっくりと友果の成長を確かめていった。だが、15分過ぎには強烈な蹴りを連発され、側頭部を蹴り飛ばされると王者の意識が遠のいた。それでもパワーボムで切り返すと、ラリーアートで吹き飛ばし圧倒。師匠の高道のくが見守る中、 最後はリストクラッチ式日ノクドライバー2で19分26秒の激闘を制した。試合後、マイクを持ったマイカは、これが JTO のトップで、私の同期で、ライバルの稲葉ともかの試合だ。私は本当に3カウント、取られたかと思ったよ。これが稲葉ともかの実力だと挑戦者を称えた。さらに大号泣する妹分を泣き虫が治らねえな。でもさ、 強くなったよ、友か。今私の腕、使えない。私のレベルまで来たってことだよとねぎらう。友果はスターダムのシングルリーグ戦、5、スター GP、8月10日、横浜で開幕、初出場が決まっており、マイカは、次は5、スターでやるぞと決勝で再会することを約束した。一方、友香からは、マイカちゃんが JTO を去ってから約4年、悔しかった。 みんなが、マイカ、マイカって言ってて、今も代表が、マイカ、マイカって、だから勝ちたかった、超えたかった、今日は負けちゃったけど、必ずぶっ倒してやるから。これからもでかい、でかい壁でいてねと呼びかけられた。最後は出場者全員がリングに上がり、JTO 代表の高を胴上げして大会を締めた。ワールド王座史上初となった国内他団体での王座防衛を果たしたことで、 28日のスターダム札幌大会では刀ならなつことの V7 戦が決定。舞花は、トモカだけじゃなくて、まだまだ他の団体には刺激的で強いやつがゴロゴロ溢れてる。このベルトを持ってそういう奴と戦って防衛していきたいと思いますと表情を引き締めると、ここが私のホームです。今日は敵としてきたけど、ここが私の実家。 また必ず帰ってきますと約4年ぶりに帰還したフルスマットに頭を下げた。